皆さんやばいです。今現在2階のベランダのところにココちゃんが引っかかってるんですよ。奇跡的にこの首根っこのところが角のところに引っかかってくれたので今現在助かってるんですけども、やばいです。あれいつ落ちてくるか分かりませんよ。下で支えなくちゃいけませんね。どうしよう。どうもシュンズ TV です。皆さん今私朝起きたばっかりなんですけども、隣で寝てるはずのココちゃんがいなくなってたんですよ。で1階のリビング見に行ったんですけどいませんでした。鍵はかかってますので外に出たとは思えないんですけども、とりあえず隣の部屋のトイストーリールームに入っていきたいと思います。さてトイストーリールームの前まで来ましたよ。頼むからここにいてくれ、ここにいてくれ。おもちゃの皆さんおはようございます。朝起きたらココちゃんがこの部屋にもいませんよ。一体どこに行っちゃったんだろう。家の中で行方不明。ちょっと待ってくださいよ。過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、ピカチュウやメタモンたちが現れてくれたんですよね。それにこれは今何をやっているんですか。ピカチュウの電気ショックで我々のバッテリーを充電しているところだ。そうなのザーグ、すごいですね。バズとかザーグとかピカチュウの電気ショックでこうやってビリビリ充電ができるって素晴らしい。さすが電気ネズミのピカチュウでございますね。シュンス TV ポリスステンチ聞いてください。ココちゃんがどこにもいないんですよ。先ほどココちゃんこの部屋にいましたよ。そうなんですか。楽しくみんなで遊んでいましたが突然姿が消えました。マジで。ちょっと待って、ココちゃんどこに行ったの。この角に隠れているわけじゃないですよね、ココちゃん。いやーどこにもいない。マジかよ、さっきまでここでみんなで遊んでいたなんて。ベンソンとジョンソン。シュンズ TV、 ココちゃんがベランダのところを覗いていたぞ。もしかしたらベランダに出たのかもしれない。そうか、マジかよ。それは確かに考えられますね。しかもうちの場合はベランダっていうかちょっとしたスペースしかないんですけども。いやー子供って本当に目が離せないですね。ベランダのところを覗いてたって、ちょっと待ってください。ベランダの鍵が開いてますよ。鍵がいつも閉めてるんですけども、もしかしてココちゃんこの鍵を開けて、マジでちょっと待ってください。ココちゃんがベランダのところに引っかかってますよ。この首根っこのところがマジでやばい。どうしよう。ちょっとココちゃん今助けるからね。よいしょと、ちょっとココちゃんくそ、ちょっと待って。重すぎますよ。全然引っ張ることができない。奇跡的にここに引っかかってますけども、ココちゃん大丈夫。ちょっとさ、落ちちゃうよ。助けて、お願いだから助けてよ。まったくココちゃんは一人でこうやってベランダに出ちゃダメって言ったのに、くそ重すぎる。くそどうしよう。そうだ、私が下から受け取って支えるしかないんですかね。ココちゃんちょっとそこで待ってて、すぐに下に行ってくるから。ちょっとさ、そんなことより早くして、早く。皆さん今一応ですねこうやって上から引っ張ってるんですけども、ココちゃんそこそこ体重ありますし、これ引っ張れないんですよ。それに服からスルンってすり抜けて体だけ落ちてもマジでやばいですので、これはもうここから引っ張るよりも、下に行って支えてあげるしかも方法はないんですかね。でも下に行ってる最中に落ちても本当に嫌ですし、とりあえずちょっともうすぐに下に行きたいと思います。ココちゃん本当にここで待っててね。早くして。よろしくお願いします。すぐに下に来ましたよ。マジで見てください、あそこですよ。ココちゃんがぶら下がると、待って、ココちゃんさっきまであそこにいたんですよ。あの首根っこのところが引っかかって、いや待って、どういうこと、落ちたってこと。そんなことマジでありえない。嫌ですよ。どこだ。車のボンネットの上とかだったらまだいいんですけども、待って、いないじゃないですか。どこにいるんですか。まったくやばい。一体どういうことだって、あのベランダのところにさっきまでいて今いないんですよ。あのまま這い上がって2階に入ったなんてことありえないですもんね。いやーちょっとココちゃん一体どこに行ってしまったんですか。お願いだからココちゃん返事してくださいよ。ココちゃんちょっとさここだよ。ココちゃんちょ
ちょっと待って、手に持ってんのそれ何？なんかね、この子が助けてくれたんだ。マジで？なんか僕がね、手離しそうになって危ない時にこの子がバーって来て助けてくれたの。だから全然大丈夫だったんだ。皆さん、まさかのゲンガーのおかげで助かりましたよ。この子は過去にシュンズ TV に来てくれたことがあるゲンガーです。ああそうだ、この子をすぐにトイストーリールームに連れて行きたいと思います。いや、ゲンガー本当に助けてくれてありがとう。ゲンガー大好きだよ。よしよし、よろしくお願いします。よいしょ、ゲンガーと一緒に戻ってきましたけども、おもちゃの皆さん聞いてください、聞いてください。トイッチとバズが羽を広げて見ていますよ。そうか、何かあったら空を飛んでココちゃんを助けようとしていたんですね。チャッターホン。あー、シュンズ TV、 バズが言っていた、ココちゃんが落ちた瞬間に黒い物体がココちゃんに近づいて、そして助けてくれていたとな。そうなんですよ、そうなんですよ、本当に助かりました。実はですね、今私の手元にいますこの子が助けてくれたんですよ。じゃ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 ーん、ゲンガーでございますよ。この子がいなかったらマジで危なかったです。本当にゲンガー助けてくれてありがとう。ああシュンさん、ゲンガーが言ってるよ、最近この辺で幻のポケモンミュウの目撃情報がたくさんあるってね。ゲンガーはミュウと戦いたくてたまたまシュンズ TV の家の付近をふわふわしていた、そしたらココちゃんを見つけてすぐに助けてくれたそうなんだ。ポケモンたちがどんどん集まってきてくれていますけども、こんだけたくさんいれば幻のポケモンのミュウに負けないと思います。いっぱい攻撃してダメージ食らわせれば絶対にゲットできますからね。いや本当にミュウをゲットしたいな。サトシ君も幻のポケモンをゲットしたいと張り切っていました。そして本当に皆さん、ベランダとかでふざけるのは危険ですのでやめてくださいね。そういう事故もたくさん多発していますから。そして引き続き幻のポケモンミュウをゲットしたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。ママ、やあこんにちは。何をしているのかね。どんだけシュンズ TV の部屋にポケモンたちが集まってきてもミュウ一体には絶対に勝てないさ。私がミュウを洗脳することができればシュンズ TV を確実に倒せるんだがな。ロッツォいいやつだな。ああその通りだぞ。どん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 ロッツォチームが増えてくれれば私は作戦会議ができる。ロッツォに質問。仮面ライダージオウを知ってますか？かなり強いですよ。ああ過去に仮面ライダーを何体か洗脳したことがあるが、その中にジオウがいたかどうかは覚えていない。だがしかし今回はミュウを洗脳することに専念するとするか。ああそうそう、シュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあどうかね。